いつに騙されるなよ。こいつに気に入られるとめんどくさいぞ。騙したりしないよ。めんどくさくもないね。遊びに来たんだ。まあゆっくりしてってよ。自由に遊んでくれて構わないからさ。居候が言うセリフじゃないって頼りないオーナーの代わりに言ってやってるんだって。あんたと遊ぶのすごく楽しそう。いつでも遊びに来てよね。何が？どうして？それはそうだろうね。君の世界の人間とはだいぶ違う。別におかしいことじゃない。私？私はもともとこういう顔色だ。悪かったな。大丈夫じゃないかもしれない。ギャブはないだろう。ギャブはキャーとか可愛らしい言い方に変えてくれ。
私は病弱な無我なんだ。いいだろう、個性的で。病人に優しくない女だな、君は。体が弱いんだ。いちいち強調しないでくれないか。単にいつも具合が悪くてたまに吐血するだけだ。大したことじゃない。そんなものは履かない。いやあ、お嬢さん、調子はどうだ？もうここにもだいぶ慣れただろう。何か不自由があったら言ってくれ。客を退屈させるようでは家主の治れだからな。ああ、私は意外と尽くすタイプだぞ。人を使って尽くさせると言った方が正しいが。君が屋敷にいると華やかというか、ここにいる者が浮き足立っているように見えるな。それは私にとっても良いことだ。私は退屈が嫌いだからね。だからここにいることに気兼ねしなくていい。私は君にここを気に入ってもらえれば言うことはないからな。存分にくつろいでくれ。あ、お姉さんだ。また会ったね。まだまだここにいるんでしょう。これからもよろしくね。そうだ、今から遊ぼうよ。僕らいつも忙しいけど、お姉さんの相手なら仕事のうちに入るからボスも怒らないと思うんだ。たっぷり遊んであげる。そうそう、お客様だしね。接客ってことで特別手当出るかな。後で交渉してみよう。おっさんの演奏を聴いてやってくれよ。慣れたと言ってもさすがにもう嫌だ。
やあお嬢さん、浮かない顔をしてどうした？元の世界では忙しく過ごしていたのか？客らしく優雅にお茶でも飲んで過ごせばいいじゃないか。君からすればここは異世界、珍しいものも多いだろう。もっと楽しめ。面倒な性分だな。客なら客らしくもてなされていればいいものを。働きたいのか？考えておいてやろう。退屈は確かに拷問だ。何か仕事を見つけておいてやるよ。差し当たって今の時間の潰し方だが、私の部屋にでも来るか。まだ部屋に招待したことはなかったな。ああ。うん？まあ、たくさんあるよ。ここが私の部屋だ。いいが、そんなに本が好きとは知らなかったよ。君みたいなお嬢さんが？
うして食うに困るような家庭環境ではないんだろう。本ならいつでも貸してやるよ。いつでも借りに来なさい。お散歩かな。ここは広いからな。散歩にはこと書かないだろう。なかなか付き合ってやれていなくてすまないな。今度はぜひ私とも散歩をしてくれ。それまで散歩をしすぎて飽きたなんていうのはなしだぞ。君との散歩は退屈しなさそうだからな。すげえいい匂いがする。この匂いはマタタビ。マタタビの香水でもつけてって、そんなはずないか。でもいい匂い。また来てくれたんだな。あんたっていろんなとこ渡り歩いてんの？俺とも仲良くしてよ。俺、あんたとはもっと仲良くなりたいな。ちょうど探していたんだ。お茶会に誘おうと思ってね。仕事？最初に言っただろう。私は私の好きなようにする。今はお茶会を開きたい気分なんだ。可愛いお嬢さんと一緒にね。
と一緒に夜遊びしない？夜の楽しい遊び方、いろいろ教えてあげるぜ。いいだろ。よくなくない。そう言うなって。せっかく遊園地にちょくちょく来てるんだ。遊ばないと損だぜ。よくないって。ややこしいな。遊園地で遊ばないのは良くないってことで、俺と遊ぶの決定。はいはい、行こうぜ。なんだよ、どうしてそんなに嫌なの？そういうの苦手。なんか可愛らしすぎるっていうか、ゾワゾワってくるんだよね。でもあんたとは遊びたいんだよね。せっかくだし遊ぼうぜ。間違ってもメリーゴーランドに乗ろうとかいうチョイスはしないから安心しろよ。楽しませてやるって。俺と遊ぼうぜ。また来てくれたんだな。あんたっていろんなとこを渡り歩いてるの？俺とも仲良くしてよ。俺、あんたとはもっと仲良くなりたいな。疲れたな。
休憩もらえないとやってられないよ。先に賃金値上げをしてもらいたいよ。僕は今すぐ休みたい。僕は今すぐ給料を上げてほしい。言っておくが、うちは客に仕事をさせるほど困っているわけではないからな。